大谷静香です。朝の体重測定、ちょっと見えにくいですね。朝の体重は 55.3。 昨日の夜の 55.5 から寝てる間に200しか減りませんでした。昨日の朝から比べるとプラマイゼロです。そしてはい、この日も7時からみんなと YouTube の生配信で朝トレをしました。そのトレーニングをする前にプロテインをいっぱい飲んだよ。でトレーニング、こんな感じで私が 1,2 ってカウントを数えながらトレーニングしていく感じの配信を朝7時、まあ7時とは限らないんですけど、この動画の最後に明日何時からやりますみたいな感じで予告してやってます。なんか一緒にやってくれる人もいれば、なんかしーちゃんが頑張ってるの見ながらモチベーション上げながら仕事行ってきますとか、いろ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 ですね。でもやっぱ平日は7時の時点で家にいなくて出勤中の人が多いのかな。なんかそれを知れただけでもなんか私も頑張らなきゃなーってちゃんと早起きしなきゃなーとか思いました。みんながトレーニング一緒にしてくれるので、寝る時も明日絶対起きなきゃなとか思うので、頑張ります。ありがとうございます。でトレーニングの後はちょっと休憩して走りに行きました、まあ、この日はちょっと雨が降ってた。でも私普段から傘ささないマンなので小雨は全然気にならないです。それで帰ってきて玄米のおにぎり、炭水化物を入れます。これはね 500g くらいかな。ちっちゃいおにぎり可愛いですよね。なんか私白米より玄米の方が好きかもしれない。味が美味しい。で11時20分ちょっと早めなんですけど、お昼から予定があったのでちょっと早めのランチです。鶏の蒸しステーキを今日はレモンと胡椒で食べました。昨日の夜は柚子胡椒で食べたんですけど、なんかそういう味のバリエーションが変わるだけで全然違う感じで、あ食べれるなと思いました。もともと私食べ物何でもいいこだわりないタイプなので、まあ、なんで太ったかって言うそれで言われると、こだわりがないからもう毎日マックでいい、朝昼晩マックでいいみたいな感じで、はい、太ったっていう。だから多分毎日ヘルシーな料理作ってくれる旦那さんとかできたら私痩せるんじゃないかなって思うくらい、割と食べ物何でもいいので、こうやってちょっとだけ味変えてくれるのを出してくれるだけでも全然食べられて、見てる方はどうなんだろう、その鶏肉ばっかりで飽きないのかなって思うのかなって思うんですけど、マジで全然私は飽きないです。で夜ご飯がですね、夜というかちょっと夕方くらいの夜早めが、今日はほらありがとうございますするって書いてある初めてです。サーモンを食べました。私筋肉食堂でお肉しか食べたことなかったんですけど、初魚ですね。これがねめっちゃ美味しかったんです、サーモンが。しかも最初から私の嫌いなこう皮がねなくて、びっくりしました。ほら、あ皮ないんだと思って、皮剥ごうと思ったら皮がなかったです。めちゃめちゃありがたい、皮ないって。いただきますって。結構肉厚で、こんな食べていいのかなって思うくらい食べました。でもそのあんまり多すぎる量を一気に、あお野菜もお芋とかも入ってましたよ。そう、多すぎる量を一気に食べるとあんまり、そんなんだろう、そ別に普通普段は全然それでいいと思うんですけど、こうダイエットしてるって時は良くないので、こんな風に2回に分けて半分だけ残して1時間空けてこうメイクとか終わらせてから半分は食べました。うん、サーモンもめちゃめちゃ美味しかったから、他のお魚とか筋肉食堂あるのかな、なんか他にいろんなもの食べれるのがさらに楽しみになりました。仕事終わって帰ってくるのがちょっと遅かったので、でもご飯は18時に終わってて、割とちょっとお腹が小腹が空いたのでプロテインだけ飲んでこの日は寝ました。おやすみ。夜の体重測定です。夜の体重は 55.7、今日の朝の 55.3 から4567 400g 増えました。うん、なんか夜に筋肉量が減ってるのはなんか気になりますけど、まあ、水分とかで変わるのかな、その足の水分とかで下半身のなんか読み取るんだよね確か、こういう体重計とか。なんかちょっと適当なこと言って誤解されたらあれだから今のは撤回で
まあ、とりあえずどんな体重計乗ってもね、納得いく筋肉量と体脂肪率になるようになりたいなと思います。明日も朝7時から配信するので、皆さんぜひ見てください。ツイッターで起きたって予告します。皆さんはどんな一日でしたか？明日も一緒に頑張ろうね。バイバーイ。